12月27日、愛媛銀行及び関係各社が愛媛県庁を訪れ、愛媛マンダリンパイレーツのクラウドファンディングを通じた寄付金の愛媛県への贈呈式が行われました。愛媛銀行の西川頭取は、コロナ禍でスポーツが楽しめてない子どもたちに夢と希望を与えるために、クラウドファンディングを通じて広く寄付を募ることを提案させていただいた。ご支援いただいた皆様に対して感謝申し上げると述べました。これに対して中村知事は、マンダリンパイレーツには県民球団として長きにわたって地域に貢献いただいている。いただいた寄付金は子どもたちの健全育成に活用させていただくと述べました。